栃木の名店を訪れて美食を巡る栃めし。宇都宮大通りとシンボルロードが交差する場所にあるワインと焼肉五右衛門。窓から夜の宇都宮の街を見渡せるこの店。大きな肉の塊と数多くのワインがまずはあなたを出迎えます。ここは焼肉とワインを楽しむスタイルの新感覚の焼肉店です。今日ご紹介するのはこの店を象徴する和牛とワインのマリアージュ。黒毛和牛おまかせ三点盛りですね。一つの牛ですけど、と油の旨味、肉質とか全然違うので、そこを楽しんでいただけたらと。使用するのは九州の大自然に育まれた黒毛和牛、黒花牛。繊細なサシの入った希少部位、唐辛子、肩三角、外ももを丁寧に切り分けて、色がまぶしい黒毛和牛盛り合わせ三点盛りです。いいサシが入ってる、赤身の部分も美味しいですし、私でしたらベリーのような味わいがあるシャトージュリアンをおすすめしてます。ワインと楽しむ和牛の焼肉、あなたも楽しんでみてはいかがでしょうか。